ちょっと二つ、一つ聞きたかったのは、なんかこう、どんなプレイヤーと共演したいか、こういうタイプの共演者がいい。これね、他の楽器の人が、僕のメルマガの人って結構、他の楽器の人がおって、ベースとかギターの人が、ドラマーから見てどういう人とやりたい、どういう人とやりたくないっていうのは、ちょっと面白いかなと思ったんですけど、大阪さん的にどうですか？俺？まあ、やりたいっていうか、やりやすい人はね、やっぱりあんまりこう、人の様子を見ない人ね。あ、様子を見ないね。確かに。いや、てか、様子を伺う、あんまり、いや、ちょっとこれ、変に聞こえるかもしれないけど、人の様子を伺いすぎる人は、やりづらい。ああ、わかります。うん。結局、大丈夫みたいになりすぎると、ああ。そうじゃなくもう、やってよって。でドラマってさ、まあ、例えばさ、頭に戻ってとかってやれないじゃん。ああたまにやらされますけどね。まあ、だけど、あまりにも指示待ちしてる人とかさ、ああもう勝手に、もう怒んない別にいいからって言ってよ、うん。そうそうそう。大阪さんね、デュオさせてもらったんやけど、この間ね。あの時大阪がさんって結構、あれだなって思った。大丈夫、ずれるし、適当になるから大丈夫だよ、とか言って。何の打ち合わせしてても、大丈夫、お前なんとかするから大丈夫だから、とか、ずれるのは普通だから、ドラムバトルでずれないわけがない、とか言って。おい、でも意外とずれてなかった。あれ楽しかったです。いや、もっとくしゃってなってんだから、でも、お互い結構ちゃんとこう、主張はしつつも、気にしてるから、楽しかった。やったから、2回も。2回、3回、うん、千葉だと2回か3回ぐらいやったよね。3回やりましたよね。ええー、なぁ、ドラム。めっちゃ楽しかったですよね、あれも。いや、この、初めから最後まで爆笑してたような気分。面白かったね。今度3人でやらなね、3人。やりましょう。ぜひ、まあ、このメンバー絶対楽しいよな。爆笑3人。りょうくんはどうなの？やっぱり同じ感じ？そうですね。やっぱりフロントマンにこうやってほしいのと、やっぱリズムセクションにやってほしいのはちょっと変わりますよね。ああ、そうか。二人おっしゃられたように、やっぱフロントマンにはある程度、ね、それはドラマってやっぱ、できること動けないんで、動けないし、振り向けないし、基本的にフロントマンの背中見てるわけじゃないですか、立ち位置で。で、指示とか、ね、っていうの、リーダーシップっていうのはやっぱ、フロントマンに取ってもらいたいんで、やっぱり、ある程度主導権握ってくれる人。で、さっきクローさんがおっしゃられてたように、やっぱり主張しつつもちゃんと聞き合ってるっていうのが、やっぱ、それができるプレイヤーっていうのがやっぱ一番やりやすいですよね。ね。確かにこう、何すんのっていうの、ベースとかにそれされたらちょっとしんどいよね、やっぱりね。いやいやいや、もう、とりあえずそこに追ってくれって感じですか。ベースはもう淡々とやってくれてて。いやいや、本当に淡々と。やりたいように歌ってくれればいいかなと。そうです。はい、まあでもさ、本当さ、多分ね、ドラマーだからこうなんだよな。他の楽器の人なんか絶対違うと思うんだよ。ああ、それはある、ね。それぞれあるでしょうね、やっぱり。それぞれあると思うよ。ドラマは、やっぱりね、自分がメロディーもしないしね。ベーシストとかはハーモニーめっちゃうるさいじゃないですか。まあ、しゃあないけど、楽器の特性上、自分の想像してるのと違うのが乗っかるとイライラするんやろうけど。ね、思わかと違うんだ。なんかこう、やたらね、こう、前にライブやってるときに、こう、ベースがこう、ハーモニーのことを、こう、すごい言う後輩がおって、で、ええやんみたいな。なんとかなるしみたいな話をしたら、いいですよね、ドラムは、マイナーとかめちゃ関係ないですもんね。大丈夫。でもね、そのドラムで言うとこの3拍子と4拍子ぐらいの違いがあるんだから、ちょっとちゃんとやらせてくださいよって言ったけど、俺3拍子でも4拍子でも一緒やー言った覚えが。
どっちか決めてくれんと困るでしょって言われて、いや、決めなくても大丈夫って言ってやらせた。今の会話だって、ロック系ベーシストだったら違うことなんだよね。ジャズ系でウォーキングするから気になっちゃうんだよな。こうね、メジャーセカンド行ったら、あれフラットナイン弾いてんじゃんみたいな。なるほど。弾くのかなお前みたいな。でもさ、それはさ、まあピアノ弾いても思うけど、弾きたくなるし。だけど、そういうのがイライラする。いや、まあね。でも、ロック系だったらさ、もうそこはむしろ、イエーって言ってる。ルートやしね。とか言って、おぉみたいになるだけで。ああ。そこ、また違うんでしょ。まあ、そうかもしれないですね。まあ。だからまあ、ピアニストなんかさ、ベーシストすごい、ミスるもん。ドラマなんかよりも、ミスだもん。そうそうですね。なんかこう、耳がものすごくよく寝てる。それこそ困るわけじゃん。お前さ、フラットナイン弾いてんのに、お前それ弾くかみたいなさ。まあ確かにそうですね。だから、求めてるものは、ベーシストに求めてるものは、例えば俺なんかはさ、ベーシストに、とにかくベースらしく弾けよ、みたいな。多分全然違うんだ。まあ、でも、まあ、まとめると、まあ、ドラマーが見るところで言うところは、やっぱりこう、あんまりこう、伺いすぎずに、ざっくり。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひ、メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。